おはようございます。速稼塾の久保です。いや、朝ね、皆さん、今回は7月頭から巨大利益おめでとうございます。何名かの方がね、私の動画ずっとしつこく111円回復倍で狙っていくんだよってことをね、やっぱずっとね見ていただいて、納得していただいて、そして信頼していただいてですね、ちょっと今回大きめのロットを入れましたよね。その辺も込みで今日は解説していきますと同時にですね、FX のやっぱり相場解説っていうのには順序があります。その辺もまあ初級講座だと思ってね、聞いていただければと思います。今回はねすごいですよ。じゃあそろそろ画面を切り替えていってみましょう。7月1日でございます。はい、朝6時になりますね。これが月間の足になります。で、この月足なんですけども、月の変わり目には必ず見てください。そうすると1ヶ月で閉じたこのローソク足が見えることになります。ロウソク足1本が1ヶ月ですから、結構ねこれで数年分が表されていますね。懐かしいな。私が FX を始めた頃のそのチャート足5年前のものもこの中に含まれています。あれからぐーっと下がって、政権が変わって上がってって感じに見えるんですけどね。感慨深いですね。ここで言えることなんですけども、それはですね、ある一定のところまでは収束できていたんですよ、こういうふうに。で、下の方にブレイクして変わっていきましたが、今またね政権が変わって上昇方面にあるかなっていうところですよね。まあ、こういうふうにぼんやりと捉えていく。そう考えると、ここはものすごいトレンドは荒れ場だったってことが分かります。儲かる人は一方的に儲ける、その期間が少なくとも3つあったんですよね。短期間に億万長者ができた、そんな時期が3つありました。もっと前にはこういうところもありますけどね。そういうふうにチャートを振り返って捉えることができます。で、これからはですね、この大きな波、例えばこの大きな線があるでしょ、これが形成中に分かるかどうかっていうのが FX の力がついたかどうかっていうところの一つの指標になりますんでね。月足を見ていきました。では次は週足です。やっぱり月が変わったら週足も見ていきましょうね。ここでは前々からお話ししていたエリオット波動をなぞることができます。エリオット波動完成です。ここからスタートしたエリオット波動が第1波を形成して第2波を作ります。で、第3波を作って、第3波一番長いですよ、第4波第5波という形で推進波を作りながら、ここから調整波がね1,2,3と入ってきて、調整波の後はこの推進波の一番高いところを抜けていくという原則がありますよね。それに従って私はずっと解説とトレードしていきました。今どうですか？抜けてるんじゃないですか？抜けましたよね。111円に回復したでしょ？すべて言った通りです。ただここではですね、こちらの抵抗がありますんで、伸びがそろそろ止まるかもしれないなと思っております。その上で移動平均線なんですよ。移動平均線が上昇方面に向かってるなってことが確認できるんで、まだ強気の場合を続けていこうかなっていうところでございます。ね。だから移動平均線ありきじゃないんですよ。移動平均線はあくまでも補助的な指標です。よろしいですかね。ではデイリーの方を見ていきますよ。デイリーもなかなか面白いですよ。こちらの方を超えたよねってことをまずは言っておきます。はい、現在111円の109円ですね。それからぐーっと下がった後、ちょっと失礼、ずーっと下がった後にチャンネルラインがこういうふうに引けるっていうのは前々から申し上げましたよね。で、どこで大きな利益が今回取れたかというと、このね売りの陽線、陰線ですけども、その陰線っていうのは倍に向かうために一回沈んでるんだよってことを一昨日お話しました。で、その後しつこいぐらい倍なんで、これがすぐに上昇するか、もしくは下の方まで沈み込んでチャンネルラインで転換して倍に行くか、これがわからないんで、注意深く見ていきましょうっていうふうなね、そんなことを申し上げましたけども、当然私は夜中でも今回はね、開きながら巨大ロットを追撃でこのぶっとい陽線を全て取ったということを今回申し上げます。で、私に追随した方も同じようにやって倍で取れたと思います。私はこの数日間倍としか言ってないんですよね。先週先々週倍としか言ってないです。買えとしか言ってないですね。よろしいですかね。勝ってたんですよ、これで。で、次4時間見ていきますよ。4時間ね、すごいですね。いきましたね。上昇トレンドがあるっていうふうなことは昨日も申し上げましたね。こんなに早くね上昇してくれると思わなかったんですけども、
まあ、1本目のこの強い陽線で、すでにこちらの強い陽線を意識できたと思いますんで、遠慮なくここでエントリーしたと思うんですよ。私もここでエントリーしました。ね、上昇するのを確認して、エントリーってことですよね。今回はね、ラッキーでしたね。毎日見てるとこういう流れにも出会える1時間足です。文句ないですね、もうね。これを全部取っていったってことになります。ここでも再度玉を持って、ここでも再度玉を持ってって形で来てると思いますよね。で、現在、こちらの方に反応して、ちょっと止まり気味であるかなっていうふうに考察しています。ただ、こっからもう倍の方に行くんじゃないですか。111円。ね、バイデン政権に変わってから、こちらの上昇の流れがすごく大きくなっています。今後、115円とか、120円とか、そっちの方面に行く可能性も大いにあります。これからは、そこまで単純にいかないと思いますけども、ここまではかなり簡単に取れましたね。特に、6月30日から7月1日に渡るとき、この変わり目に、多分7月のね、1ヶ月分の利益はもうすでに取れてるんじゃないかなと、私は思います。ということは、私と同じようにエントリーをしている、私の解説を聞いている人は、それに準じた利益が今回取れてると思うんですね。さあ、いかがでした？ずっと私はバイの方で皆さんに語り返ってきました。その真骨頂が今回ですよね。大きく、大きく上の方に上がると。バイデン政権に変わってからバイの方ばっかり私は見てきましたけども、皆さんと一緒にね、今回もバイで取れたのは私自身にも自信になりました。ありがとうございます。それではね、ここからですよ。ちょっと冷静にならなきゃいけないのは、大きな利益を取った後は必ず精神が壊れてます。崩れてます。ですので、冷静に見るという視点が必要になってきますので、この7月1日はしっかりともう一回見ていきましょう。そして、米国雇用調整に備えていきます。それでは、明日はその辺も合わせて解説していきますので、お楽しみに。では、失礼します。はい、ここまでは順調でしたけども、私の考え方がさらにね、好転感を増すものだったら、この7月2日からの動きっていうのはさらにね、倍の方に加速していくことが見て取れます。まあ、それはね、今日の相場解説を見ていただければわかると思いますけども、いや、どういうんですかね、これは。とんでもないことにもなりそうです。それは、やっぱりね、円の価値が落ちていることの、これ呼び水になるんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、ですので、この辺で私もね、ちょっとだけ、冷静さを取り持つために、エントリーをせずに、この金曜日は過ごしてみようかと思います。米国雇用調整の方もちょっと気になるところですから、今日は冷静になるためにね、勝ち続けましたんで、いささか勝ち続けました。ですので、今日は、もしかしたら、穴ぼこに落ちるかもなっていう警戒感とともにお届けしたいと思います。それでは相場解説を始めますので、まあよろしくお願いします。どうぞ。デイリーを見てみますね。デイリーはチャンネルラインをこういう風に引いていましたよね。こっちはいいんですけども、問題はこっちなんですよ。チャンネルラインをちょっとね、ブレイクしてオーバーしちゃってるんですよね。これが懸念点の一つ目です。懸念点の二つ目は、こちらの方を同時にブレイクして上の方に行ってるんですよ。何が懸念かというと、これとんでもないぐらい上昇して112円、113円に進んでいくんではなかろうかというところなんですよ。前回の放送で115円、120円の方に向かうぜってことをね、軽く言いましたけども、いや、そのぐらいの勢いでは行くだろうなと思いますけども、実際にそうなると、ちょっとね、さすがに日本円と米ドルの関係が壊れすぎるので、介入が大きくくる可能性があるんですよ。介入ですよ。介入ってご存知ですかね。民主党政権、オバマ政権の頃に、その協調介入っていうのがありました。あの時は円が高くなりすぎて、まあ、80円とか70円とかになっちゃったんですよね。で、ある時82円の防衛ラインを突破したら歯止めが効かなくなるという要人発言によって70円台までバンといっちゃったんですけども、協調介入によって強制的にね、米政府と日本政府がドル円を意図的に国家で買ってですね、金額を調整するってことが行われました。そこで大富豪になった方も結構いらっしゃると思うんですけどね。あれほど分かりやすい金持ちになる方法はなかったですからね。まあ当時私はそこまで自由に動けなかったんで、富はつかめなかったんですけども、今ならその意味が分かります、うん、そういうことを思い出しながらの、このね、値動きの凄まじさ、バイへの触れ方っていうのは、ちょっとショットは外じゃないなと思ってるんですよ。
まあ、ですんでね、これもしかしたら強い力が働くんじゃないかなと思って警戒点の一つに挙げさせてもらってます。まあ素直にいけばね、このまんまずっと買い続ければずっと儲かりますよって言いたいんですけどね、ちょっと上がり続けて心配ですね、逆にね。では4時間です。4時間もお分かりのようにこちらの方を超えちゃってるんですよね、もうね。その前の段階ではここの抵抗を超えましたよね。話ができすぎているんですよ。上昇して N を書いて上昇、さらに大きな上髭を出して、その上髭を突破するような陽線が今出てます。ぐん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 倍の方に行ってます。つい最近までこの辺をうろうろしたってことが本当にね、夢のようですよ、うん、こういう風に来てね。だから基本的には1時間も倍で行って負けることはないと思うんですけども、ただ今回は私慎重になるためにね、エントリーを外して冷静に市場の動きを見ていこうかと思います。112円まではね、このまんま様子を見ていきたいと思いますけども、なんせね111円になったのがちょっと前のことですよ、うん、で1回111円終わって、で予想通り111円に返り咲いて、その後 N を書くようにしてがっつりと111円の中盤まで食い込んできましたね。これがね、わずかな日で起きてるわけですから、大きな利益はおかげさまで取れたんですけども、ちょっと一抹の不安を感じるところですね。もしかしたら大きな調整の資金の注入があるかもしれないなと思ってます。それが大口投資家さんからなのか、ヘッジファンドからなのか、国家なのかなっていうふうにね、まあここまで警戒したら考えすぎだろうと思われるかもしれませんけども、今回は考えすぎの方が合点が合うかなと思いましたんでね、こういう動画になりました。というところで、私の方は倍の方に行くだろうというふうな解説予想、これは変わりませんけども、私自身はちょっと今日はエントリーを控えて様子を見ていこうかと思います。まあエントリーするにしても小ロットでね、小ロットでやってみようかなと思いますね。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。おはようございます。速稼塾の久保です。バイデン政権に代わってずっとね、倍の方に進んできたわけなんですけども、この辺で動きが止まったのかなと思わせるところが先週の末ギリギリにありました。そして、週末金曜日の夜ですね、大きな下落の波が訪れましたけども、その日の朝私の相場解説ではポジションを取らないというふうに申し上げました。要するにポジションを取らないことによって、まあ俯瞰してね、相場を見てリフレッシュして新しい週に取り組んでいくってことなんですよ。まあ金曜日はよくやるんですけどもね。で、案の定なんですよ。結局ずっと倍できたものが、その時だけはね、金曜日の深夜だけはぐっと下がったわけなんですよね。だからここに引っかからないようにしないといけないんで、やっぱりこう勝ち続けた時にこそ気を引き締めないとなっていうところなんですよね。いやー、本当にギリギリセーフって感じでしたね。はい、ということで、今週の流れを見ていきましょう。今ね、7月5日の4時37分なんで相場は当然動いてませんけども、今週1週間占う意味でどのように値動きをするのかってことをまとめてお話ししていきます。それでは相場をこちらに切り替えます。週足ですよね。週足の方、懐かしいやついきましょうかね。こういう風にぐーっと引いて、力点がこことここにあるよと申し上げましたね。で、一旦下に潜ったんですけども、上昇していって、ここでエリオット波動をね、形成しているわけなんですよね。で、エリオットハードの次はこの頂点を抜いてここに来たということですよね。その後の動きがエリオットハードを繰り返すのか、それとも全く別の動きになるのか、これはね、また一から考えていかなくてはなりません。力点がここにもありますんで、注意して見ていかないといけないですよね。こちらにあるのかな、まあ、もう一個ここに設定しておきましょうか。この2つぐらいありますね。当然ここも力点になっています。週足なんでかなりスパンが大きいですけどね。だからこのまま見るとまだまだ右肩上がりが続くと思いますよ。112円、113円、115円、110円の方に向かっていくと思います。では週足の次は日足を見ていきましょう。日足はですね、この力点を破っていったんで、どうもこのチャンネルラインがさらに伸びていきそうだなと私は考えています。もしかしたらこういう風な形に急拡大して上昇を目指す速度が速くなるかもしれないなと思いますよね。まあ、値段が下がるとしたらこの辺までは下がるでしょう。今はフラッグ形成中なんで。でも必ず反発して上昇急局面に向かうところが来ると思います。これが全体像ですね。では4時間です。
月曜日の4時間はここに跳ね返って上昇するで、その1点でいいんじゃないかなと思いますよね。要するにこれから上がってきますよ。移動平均線見てみましょうか。こう上がってきて、こう上がってきて、こうでしょ、だから似たような形になるでしょ。ならなかったらそこからは大きな下落が始まるってことなんで、考え方を切り替えて仕切り直していきますね。で1時間を見ていきます。まあ良かったですよね。金曜日の夜ギリギリにこういうふうに登ってきて、もう負け知らずかなと思ったもの、多分この辺りから頭打ちになってきて、全ての売りがですね出揃って下がっていったんだろうなと思います。まあ何と言いますかね、よくある形ですけども、左右対称みたいになるのは考えられます。まあ私の考えでは、左右対称になる前に相場が開いたらどんどん倍の方に向かっていくんじゃないかなと思いますけどね。まあそれが私の考える1時間かな、どこですかね。はい、引き続き倍戦略といいますかね、上昇するところを狙って取っていこうかと思います。まあ倍戦略の時にはその下がった時に取るってことをあんまり考えずにね、倍で買いで取れる時だけを集中的に狙っていくのが私のスタイルです。往復ビンタって言って、上がった時も下がった時でも取れるようなことはあんまり期待しないようにしてますけどもね。じゃあ本日は以上です。おはようございます、速稼塾の久保です。今日は7月6日になりましたね。時間は朝5時です、FX の方は倍の方に向かうっていう、そのスタンスは私は変わりません。デイリーを見ていただくとよくわかりますけども、チャンネルラインは確実に右肩上がりになっていると思います。もしこれがですね、損切りにあってトレンド転換するようでしたら、それはその時にまた方針を変えればいいんですよね。恐れずに倍を取りに行くつもりで、これからも相場を見ていきましょう。それでは画面を切り替えて解説していきます。こちらの方どうぞ。はい、デイリーですよね。デイリーのチャンネルラインもう引けますよね。ここをスタートにしてこのように引いていきます。そしてもう一本のチャンネルラインはこうでしたね。一瞬ねここ飛び出したんですけども、まあフェーズが変わるかなと思ったんですよね。もしかしたらこういう風な角度に切り替わっていくかと思ったんですけども、切り替わらず元に戻ったような感じになっていくと思います。ですんで一時売りはね、こう深く積み重なって、最悪売りっていうのはここまで行く可能性がありますよ。ここまでで反発して上に向かった時がバイでエントリーするタイミングになりますので、それを待ってるわけなんですよ。はい、そしてもう一つ注目するポイントはこちらですよね。こちらを横に伸ばしていくとこんな感じになってますので、今日中に反転する可能性がありますよ。今日中にね。ですから今日はちょっと気を緩めていかないようにしなければなりません。で今日反発しなければこれを突き抜けたわけですから、今度はこちらの方ですね、下のチャンネルラインにぶつかった時に反転狙いで倍ということになります。もちろんそれぞれロスカットラインを設けてくださいね。4時間を見ていきます。4時間軸ですけども、こちらの方は歯止めが効かなかったようですね。ですんでこちらを超えて下がっていきましたけども、今度はここになります。ここはどうかなってことなんですよね。だから今日中にも反転していく可能性があるでしょ。こういうふうに向かうってことですよ。さもなければ今度の力点はこちらになりますよね。ですんで翌日なり木金あたり、こういうふうに向かっていくという第二仮説が成り立ちます。これはデイリーの方でもお見せしましたよね。じゃあ1時間足見ていきましょう。1時間、これ左右対称の形を取る可能性があります、まあ、ですんでこのポイントをちょっと意識しておいて、1時間ではですよ、もし今日中に倍の方に向かわなかったら、今度は110円の570を下回って、なおかつ110円の440を下回らないところで倍でエントリーするということになります。そして110円の440を下回ったら、今度はねセルの方でエントリーするようにしていきましょう。よしですか、数字メモできました、頭に入りましたというところで、今日は数字入りで明確に対処法を申し上げましたので、これ以外はスルーです、何もしないです。エントリーするための条件というのはお示ししましたね。3つあったと思いますけども、よろしいでしょうか。
それでは本日は以上です。おはようございます。7月7日朝5時13分になります。今日は七夕なんですよね。願いが叶うように短冊を作ってみたりするのもいいんじゃないでしょうか。我が家ではね、昨日作りまして、今日まあなんかね、一石儲けようかなと思いますけども、なんとね、鹿児島からゲストが来るということなんで、ちょっと楽しみにしております。その対談の模様はまた YouTube で公開されると思いますので、お楽しみされてください。まあ、億万長者をね、たくさん見てきた私と、その対談相手の、まあ、吉谷さんという方なんですけどもね、これについて、まあ、思考は現実化するみたいなテーマでお届けしようかと思っております。あ、ちょっと FX の話題とは離れましてすいません。 FX の方なんですけども、チャンネルラインを守りながらデイリーの方はね、右肩上がりになっております。でも4時間とか1時間で見ると今は下降局面なんですよ。で、この反転を狙ってバイでエントリーするところを虎視眈々と狙ってるんですね。まあ、将来的には111円、113円、115円の方向に向かうと思っておりますので、このバイデン政権のね、バイの流れをしっかり掴んでいくために、今は反転する機会を狙っているところでございます。じゃあ画面を切り替えてご覧いただきますので、まずはデイリーの方からどうぞ。はい、デイリーの方ですよね。右肩上がりになっているところは、こういうふうな形で見て取れることができます。補助線を引くことは毎日やってくださいね。こうですね。この補助線、上にちょっと突き出たんですけども、今、戻ってきて、だいたい真ん中ぐらいまで来たかなと。いつ反転してもおかしくない状況なんで、今日と明日のうちにはバイでエントリーできると思います。これがまあ、デイリーの見方ですよね。で、4時間なんですが、4時間は、右肩上がりは右肩上がりなんですよ。今、こういう風になってるでしょ。でも、その中で、まあ、落ちていく局面ってのは必ずあるんですよ。上下しながら、ギザギザしながら、右肩上がり、右肩下がりになりますからね。ですので、ここから、今日この瞬間、今、たった今から上に上がるということではありません。ね。ここから今、この瞬間行くわけじゃないですよ。でも、どこからか、どこまでか、下に沈み込んだところで、必ず、倍の方に行く。そういうふうに、ずっとね、予測、仮説を立ててきたわけなんですよね。この辺もそうですね。こうなって、この曲がり鼻を叩く。こうなって、曲がり鼻を叩くって形で取ってきたわけです。じゃあ1時間の方見ていきます。1時間は左右対称になるところが、ちょっと左右対称にはならなかったですね。まずは横にこういうふうに来て、上に来て、N を書くようにして、こう登ってきたわけなんですけども、ここで頭打ちになりましたということですよね。それがこの2本のヒゲにも現れております。で、天井がここと。で、そこから下がっていくわけなんですけども、これがね、左右対称になるかなと思って途中まで思っていたんですけども、ちょっとね、ここら辺からなだらかになってきましたね。で、最終的にはこの力点を私は当てにして、ここから上昇に向かうんではないかなと思ってるんですよ。早ければだから今日ですよね。今日のうちにこういうふうに上がると。もしくはこのなだらかな局面が横ばいに一旦なって、後にブレイク。この2つのパターンを考えてます。まあ、そうじゃなくて、このままね、突き抜けて下に行くパターンも第3想定してますけどもね。それは昨日の動画をご覧ください。1時間なんですが、ご覧のように、上がっていった頂点からね。あ、これ、さっきと一緒だな。はい、大変失礼しました。1時間を2度お見せしていることになってますね。じゃあ今回4時間の相場解説、あ、やったのか。あ、同じですね。同じです。なんか重複してますね、どうやら。なんだろう、同じこと言ってますね、私ね。4時間の相場解説しましたもんね、これね。そうか、4時間はささっと行っちゃったんですね。はい、大変失礼しました。まあ、お話しすることは以上です。ですので、倍狙いで行ってる以上、こっちに降りてきてる時っていうのは待つ時、そして曲がり鼻を叩いて倍でエントリーするって形になりますね。そして111円台の回復を狙って、エグジット。もしくはそこから半分だけ決済して、あと残り半分で113円、115円方面を追うという形になっております。まあ、これは7月中に112円とか113円って話ですので、115円っていうのはね、どんなに長く見積もっても、まあ、今年中ということになります。あとね、本当に111円から113円に行くのかってことは分かりませんからね。状況変化して110円とか109円とかに向かうこともあります。ただその可能性は今日の時点では低いってことですから、そこはお間違いないように。それでは今日も行ってみよう。
7月8日朝5時47分の相場解説になります。私としてはね、結構ね、いい感じのところまで下がってきたかなと思いますので、エントリーをしていきますね。このエントリーはしばらくは上下して、なかなか利益に転じないと思いますけども、まあブレイクして明日とかにはね、きちんとした含み益になるんではないかなと思いますんで、倍の方でエントリーしようかと思います。まあその辺も込みで今日はね、お話していきますんで、よろしくお願いします。それではこちらをどうぞ。まずデイリーですよね。デイリーのチャンネルラインを引いていきます。もう皆さんは自由自在にチャンネルライン引けると思いますけども、こんな感じです。上の方はこういうふうになりますね。ここから飛び出しちゃった時っていうのはどうしようかなと思ったんですけども、順調に今値段を下げてね、そろそろ反転してもいいんじゃないかなってところまで来てます。で、コマみたいな赤い上下のヒゲを出していますよね。まあ一番いいのはこの下の線にね、接して上がることなんですけども、いつもそうなるわけではありませんからね。はい、じゃあ4時間です。いかがですか4時間ね。こことここって感じですかね。で、緩やかに落ちてきたのがここにぶつかってドーンと上に跳ねると。で、その分下がってきて、で、しばらくなんか横ばいっぽくね、行くんじゃないかなと思うんですよ。その後にブレイクして上の方に行くと。で、下の方に行ったらロスカットで退場します。はい、で、これが1時間なんですけども、ぐーっと下がってきてですね、まあなんかギザギザとしながら横に進むんじゃないかなと思うんですよ。で、上の方にブレイクするっていうオチになるかなと思いますんでね、それを待とうかと思います。もうだからいい感じまで下がってきたんで、まあもういつエントリーしてもいい感じですよね。こっから例えばね、500とか400とかまで下がることを待ってたら埒が明きませんので、私はもうね、この辺りでエントリーしますね。はい、ところで今日は簡単なんですけども、こんな相場解説になります。エントリーオンですね。おはようございます。速稼塾の久保です。今日7月9日朝4時53分の相場解説なんですが、昨日はロスカットを食らってしまいましてね、利益は全くなしと、そればかりが損失を大きく出してしまいました。そうですね、金額にして3万円弱っていうところですかね。ちょっとまあ痛いなというところですね。まあでもね、ロスカットラインにピッと当たって、私のロスカット水準では、まあここまでの負けだったら許容できるかなっていうところで止まりましたので、まあ仕方がないかなと。勝ってばかりじゃないですからね。で、倍には強い私はね、まあ意識を持っていたんですけども、残念ながら10万円儲けるつもりで3万円損してしまったということになりまして、リスクリワードもまあ悪くはなかったんですけども、マイナスになってしまえばね、パーですよね。ということで解説していきたいと思います。まずデイリーからなんですけども、いかがでしょうか。じゃあこちらどうぞ。デイリーなんですが、赤い線を引いてますよね。見えますか。チャンネルラインをこういうふうに赤い線で引いたんですけども、上昇に向かうどころかね、今回はついに下の方に抜けてしまいました。こういうふうに入ったのがフラッグを作って下の方に抜けていったってことになります。まだ大きく抜けたかどうか分かりません。下髭を強く出してますので、もしかしたら反発して内側に戻ってくるかもしれません。まあですんでね、バイの構えってもなくさないようにしていかなくてはなりませんけども、片方ではね、もうね、バイが行き切ったんではないかなっていう考えることもできます。ですので、これからはセルの流れが大きくなってくるのかなっていうところですよね。まあこういうふうにずっとバイの方で信じてきたんですけども、そうじゃなくなったらどうするってことも考えていかなくてはなりません。ということなんで、これからはバイ一辺倒ではなくて、セルの可能性も見ながらの相場解説になっていきます。4時間見ます。さあ4時間ですけども、高値をずっと更新していたんですけども、ここに来て高値を更新せずに安値も割っていきましたね。安値がこういうふうに来てたわけですけども、安値も今で言うと、まだ形成中なんですけど、ここですよね。で、形としては N を書いて下の方に行ったっていうふうに見ることができます。ということなんで、この売りの流れっていうのは結構大きいんじゃないかなって感じることができますよね。ここも割った、ここも割ったわけですから、さらなる下降線を描いて109円が108円の方向に行くんではないかなってことですよね。一時期は115円とかね、120円を目指していたんですけども、そういうふうな考えもありましたけども、まあとんでもないことになりましたね。今は状況が変わりましたんで、素直に自分の考えの間違いを認めて軌道修正していこうかと思います。1時間です。
1時間は売り一辺倒になりますね。うん、まあ、売りしか来てないっていう形ですよね。で、もう一発こう来るのかなっていう前でちょっと止まってますけども、ですんでね、今日金曜日ですから、今日はエントリーをしないことを前提にしていきます。今日の1日の動きを、そうですね、2時間ごとに見に来て、それから来週の展望を今晩まとめていこうかと思います。場合によっては明日の朝ね、ということで今日はもうね、敗北の1週間ということで、まあ、ずっと倍の方でね、大きく取れるかと思っていたところが、まあ、ちょくちょくは取っていたんですけども、最後クライマックスで、ちょっと多少ね、お返ししまったということになります。いや、残念なね、金曜日になりましたけども、こういうのも込みで相場ですからね、4割負けて6割勝つ、その4割が今回来たってことなんで、これはね、大きな気持ちでしっかりと受け止めて、普段勝たせてもらってるんで、4割の負けっていうのはしっかりと噛み締めて、そしてそれを反省としてね、次に生かすべく糧にしたいと思います。今回はトレンド転換来たかもしれません。ずっとバイで、取っていたんですけども、これからはバイ一辺倒ではなくなって、セルを見ていかないとなってところで、金曜日をしっかり見た上で、今週末の動き、そして来週からの展望をお話していきたいと思いますので、その時までお待ちください。それでは本日は以上です。はい、今日は7月10日です。早いですね。もう夏も始まって、大体夏っていうのは8月の半ばぐらいまでを、まあ、夏の期間だというふうに認識してね、お盆が過ぎたあたりから徐々に秋を感じて、まあ、なかなか海には行かなかったりとかね、うん、もう山の旅行も終わっちゃったりとかするわけですけども、まあ、今こういう時代なんでね、なかなか季節を楽しむってこともできませんけども、うん、ただやっぱりちょっとね、1年を最も満喫できるのは夏の時間じゃないかなと思うんで、この7月8月大切にいきたいなと思います。で、今日は7月10日なんですけども、うん、相場の世界はね、土日ってのは動いていないんですが、まあ、ちょっとね、来週の展望をちょっとお話していこうかと思います。9日まで、金曜日までの動きで倍の方で大きく取っていたわけですけども、最後の最後の方ね、結局はずっとセルの方にずっと動いてきてね、そして反転狙いの倍を金曜日に入れたわけですけども、これがうまくいかなくて、これもね、結局大きくセルの方に向かってロスカットってことになりました。で、それからなんですけども、金曜日の後半、そして土曜日の朝、本日見てみますと、大きな陽線を出してチャンネルラインの中に戻ってきようとしている、戻ってこようとしているわけなんですよね。この辺についていろいろとこのチャートを見ながら解説していきます。来週の展望もありますので ご覧いただければと思います。どうぞ。これがだからデイリーなんですがね、チャンネルラインこういうふうに下の方を引いてますけども、ついにですよ、ついにブレ始めたと。上振れして入っていくところ、あれ、上振れして入っていくところがこれ、下振れして入ろうとしているところがこれ。ですので2つ考えられます。ここでチャンネルラインに当たって下の方に行ってしまう、そうなるとフラッグの終了です。で、ここでフラッグが、はい、完成しましたよ、終わりですよってことです。下に抜けてフラッグ終了というパターンが1個と、あとフラッグ継続ですよね。こっからやっぱり改めて中に入っていくっていうパターンですね。そうするとまたフラッグの理論でバイセルが結構楽になりますよってことです。で、一つブラフラッグが終了して下にドーンと行くようでしたら、下に伸びたのを確認してエントリーするっていう方法が来週に残されています。もう一つの選択では、内側に戻ってフラッグを継続するようでしたら、またね、バイの方で取っていくために、戦略を立てることができるかなと思ってますね。じゃあ4時間の方を見ていきますね。あ、もう見なくてもいいんですけど、4時間1時間は。ほら、チャンネルラインの内側に戻ってこようとしてるでしょ。これチャンネルライン赤で引いてるのをさらに黒で濃く書きますよ。ブレイクしたチャンネルラインに戻そうとしてる、戻ろうとしてるんですよ。だからここで跳ね返って下に行くと、セルの方で大きく取っていくということになりますんでね。それを一つ準備しておくことと、もう一つは、やっぱり、レンジの中に戻ってフラッグを継続させるっていう動きですよね。このフラッグ継続が起きた暁には112円113円の方向への伸びも見えてくるってことになります。これが大枠ですよね。来週の12日から16日の間ではどういうふうに動くのかってことですね。まあ、これも説明するまでもないですね。チャンネルラインがこれです。で、反転すると思ったんだけども、反転ね、
反転せずにさらに下の方に行っちゃったんでロスカットを食らいましたと。でもそのまんま下の方に大きく伸びるかと思ったら戻ってきてね、入ろうとしてる、もしくは跳ね返ろうとしてるの、この2つ2択になってきたってのが来週じゃないですか。この辺が決着が来週つくとこじゃないですかね。はい、ということで夏もドラマが多いと思います。まあ雨にね、感染症にいろいろと悩みは尽きないんですけども、全ての問題お金がしっかりあるとあんまり気にならなくなるものですしっかり稼いでいきましょう。そのために FX を選ばれたわけですからね。それでは本日は以上です。